どうも、菅健太です。さあ、今日はシックな感じですね。あんまり普段の菅にはない感じで、どうかな。さあ、ということで、今日はすごい、こんなものを作ってくれたよ。だから、しっかり読みます。今日は映画シャナオ親子のキャンディ3の舞台挨拶に登壇いたしました。映画の見どころ、そうですね、見どころはまあやっぱり、なんといっても世界観、広田レオナ監督の描くなんかこうですね、世界観というか、なんていうんですかね、映画っていう側面もあるし、なんかある意味こう綺麗な絵を見てるようなそんな感覚になったりとか、いろいろな見え方のする作品だと思います。こう内容を楽しんでいただくのもありながら、このそれぞれのなんか美しさとか、そういうところ、写真で切り取ったような美しさみたいな、景色もそうですし、人も全体的に本当にすごく綺麗な作品なので、物語のなんかこう汚さと絵の綺麗さのギャップみたいなのも見どころかなと僕は思っています。撮影のエピソードですね、もう相当寒かった。あの映画見ていただけると、一番最後にその過酷さが見ていただけると思います。もう本当にそこに詰まってるので、ぜひ劇場でそこを確認していただければと思います。映画シャナオ親子のキャンディ3は池袋ヒューマックスシネマズにて上映中です。皆様ぜひ劇場に遊びに来てください。素晴らしい。以上、菅健太でした。